こんにちは、あつりと申します。今回は信長の野望革新をやっていきます。シナリオは1582年1月の夢幻のごとくでやっていきます。使う国は武田家でやっていきます。環境設定については難易度は上級で歴史イベントがあり、寿命と姫と台風がなしでそれが標準でやっていきます。で、今回 RT 動画になりますので、開始ボタンを押したらタイム計測となります。ということでやっていきましょう。で、今回は武田勝頼を大名のまま天下統一させていきたいと思います。なので隠居は行わずに家族で家宝を2つほど渡して、そしたら小山田信繁と組んで清水城に向けて目標を合わせましょう。清水城に目標を合わせると徳川家と織田家が同盟関係にありますので、そうするとね、本多忠勝が大体7500ぐらいで援軍要請に来ます。 OKOK。 で、そしたら早速出陣しましょう。その間に駿府城を取ります。で、技法余興何人か持って行って、あの、徳川が服部さんとか家康とかはじめ技法を飛ばしまくってくるやつがめちゃくちゃいるんで、だからちょっと慎重に慎重を重ねて技法余興を持っていく。で、跡部さんに鉄砲100でいいので清水城に向けて目標を合わせて本多忠勝を貼り付けさせましょう。奉行所建設。で、あとは農村。辻ヶ崎館では、農村を中心に建設していきます。あと内政学者、これやりましょう。鉄砲櫓を後々ね、開発したいと思ってます。で、我々武田家について説明していきますと、説明すらさせてくれないんだ。穴山梅雪と大隈さんがいれば、基本的に訂正もいける。頼むぞ。 OK、 いいね、さすが。で、駿府城に向けて倒しましょう。で、2人戻ってきたので奉行所をね、また建設し直しましょう。酒井さんか。 OKOK。 酒井さんに対しては、この先方の突進で倒していきましょう。動揺させてくれると嬉しいけど。あと誰だ、井伊直政か。珍しい。大体ね、家康が奇襲してくるんだけど、今回井伊直政だ。でさ、誰かしら激励飛ばせる。うちの大名ちょっとやる気なくなった。突進いいね。しかも自分で鼓舞、素晴らしい。やる気に満ち溢れてる。 OKOK、 中止でいいです。うちの大名やる気満々なんで。戻るかな、それとも倒すか。一回倒しちゃった方がいいね。じゃあいいです。じゃあ井伊直政に聞くかな、こいつな。そうだよね、井伊直政といえば騎馬隊だよね。それ聞かんわ。そしたら、畑を建設しましょう。兵糧確保はふんだんにやっていかないと途中で息切れしますんで。井伊直政放置でいいわ。誰だ、うちの大名に。なんかやめろ。動揺してるぞ。あんまり余計なこと吹き込まないで。大丈夫だな、やる気全然ないんだけど。 OK、 いいね、激励が効いた。駿府城制圧は間違いないな。そしたら畑を大胆に、建設今のうちにしておきましょう。こんなところかな。もうちょっといくか。忍びの里にしよう。二次さんは忍びの里。井伊直政に聞かないから突進。いいね、クリティカル、素晴らしい。戻らなくて大丈夫ですか。駿府城の目標か。戻した方が後々考えた方が楽だね。一個ずれましょう。どうぞ。ご帰宅ご帰宅されました。で、穴山梅雪ね。いいや、4分経ったか。ちょっと遅いな、いつもより。いつもっていうか、私がやってるチャートというかあれだと遅い。農村建設させましょう。そしたら木曽義政戻して。 OK、 技術で鉄砲櫓を建設。
開発します。先週末は使ってねえわ。まあいいわ。あとは畑、残ったやつらで畑を建設。あと弊社と奉行も行わせましょう。呼び寄せ、まあそうだな、駿府城でもそうなんだけど。で畑だな、畑を建設。で農村、まあ2人1組で農村を建設させます。漁港のある農村、 OK。 こんなもんかな。まあ悪くないでしょ。あと2ヶ月ね。アトビさん、それ死ぬぞ。お任せくだされ。あとやることとしては、輸送してる小田原城船、舐め腐ってるな。とはいえうち勝てないからな。故障、はい。金細胞、金、いや金細胞かな。次入るしね。技術今は94日か。94日、それまでに北条は確実に攻めてくる。どうしましょうどうしましょう攻めてくるな。どうしようかな。いや、そしたら小山田信繁、小山田信繁を戻して、もう一発歩兵したいけど、将兵がもう少し回復したらでいいか。 OK、 これぐらいでいきましょう。出陣で次目指す拠点は浜松港、ここを目指しましょう。うん、奇襲も飛ばせられないね。とりあえず清瀬城に目標を合わせておきます。あとは歩兵、いや歩兵はいいわ。移動で星野さん、辻ヶ崎館で歩兵。あ、いや、跡部さんやられたね。でここで歩兵を行いましょう。畑を建設。呼び寄せで暇なら跡部さん、奇襲もされる心配ないからそのまま殴りましょう。黒人衆も、あの徳川家って黒人衆と協定結んでるんですけど、統率の値によって黒人衆が出てくるかどうかって決まってるんですよ。なので武田勝頼は統率99で、まあ、非常にね高い部類に入るので、黒人衆はあまり奇襲に来ないと。で今回将兵とか回復する前に攻めた理由として、本多忠勝の士気が42しかない。でこいつをあの浜松港に入れることができれば、さらにね制圧しやすくなるんじゃないかっていう、そういう考えで、まあ、ちょっと早めにね駿府城から出陣したっていう次第です。っていう感じでどうですかRTA 中にしっかりと解説もしていきます。まあこれはコブでいいでしょう。あとは鉄砲やぐらの開発がぼちぼち終わるかな。研究か、3ヶ月ぐらいだったよね。本田忠勝にぶち込みたいけど、そのまま殴ろう。うん、これは負けることはない。次水田の収穫も入るし大丈夫です。 OK、 突破したから一気に突進でぶち込もう。帰れ。でそしたら職人町いらないのでぶち壊して武器町を建設。あとはお金もちょこっと破壊して鉄砲やぐら、あ、待てばよかった。いいわ。しかも攻めてくるのか。停戦停戦、もう全力で停戦。ここはもう本気で謝った方がいい。うん、謝ろう。まあどうすか、頼むぞ。金はあるぞ。 OK ちょろいもんで。 OKOK、 よしよし、停戦結べたからゆっくりと鉄砲櫓を建設できるな。で鉄砲櫓に329はちょっとゆっくりすぎる。2人でやってるか。この2人戻すか。一回ちょっと整理しましょう。まずはこの武家町、職人町、これは全力でやる。で残ったやつらに再開で鉄砲やぐら、藤田さんか、戻す。藤田さん戻して再開。大熊さんで2人で鉄砲やぐら、これは全力で。こっちはどうすか。まあ余裕だね。オッケーオッケー。
浜松港制圧できました。そしたら西野さん築城で高天神城行きましょう。後々家康にね、あの譜代にさせたいと思います。姉工場だ。光秀一騎本能寺の変はいつ頃起こす予定ですかね。事前に教えていただけるとすごく助かるんだけど。います、たまにね光秀裏切ってるんだよね、本能寺の変を起こす前に起こす前に裏切ってて、あれ光秀いねえじゃんみたいなことがあって、イベントありでやってるのにイベントが発生しないっていうことが本当にたまにある。あれ、なんで私職人町にしたの、ごめん間違えた、武家町すいません失礼しました、普通に勘違いしてたわ。いい家宝もいただいて、なんでだろう、なんで職人町にしたんだろう、コマンドミスかな、それとも疲れてるのか。まあいいや、気にせず行きましょう。岡崎城、一応黒人衆が出ないことを気にしながら清洲城に目標を合わせておきます。桐山城1100、そんなもんか、はいはい、あ始まったね、来たね、頼むぞ。黒人衆も来てんじゃねえか大丈夫か、歓迎されてないぞ、その本能寺の変は。鉄砲櫓建設、みんな頑張ろう、鉄砲櫓を建設で奉行も行いましょう。奉行ごめん、2人でやってもいいな、奉行ね。あとは委任で皆さん歩兵ガンガンやってください。兵糧がねえけど次は1万入るから大丈夫、そんなもん運んでくんなよ1万なんて、やめろよやめろよ、次私そこ攻めようと思ってるんだけど、やめてもらっていいですかね、どっか桐山城とか運ばないこれ、どうしようかな、その兵力で攻めてこられたらさすがにきついぞ、運んでくんないかな。おお、光秀石山城行くんだ、でも傷水群衆にやられる気がするんだけど、あんただって協定結んでたっけ、私結んでないに100円かけるわ、多分光秀やられるんじゃない、ほら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 何やってんだこいつらは、ダメだこれダメだ、あれ多分すぐ滅びるわ。お味方が城内に突入しました。ちょっと待ってね、遊んでないでちょっとやることやろう。あんたら二人は移動で浜松港で、ここ歩兵誰もやってないから、信豊にやらせましょう。千葉家伊達ね、伊達が結構進軍してるね。OK です、岡崎城制圧できました。まずは何といっても家康、徳川家康を仲間にします。で浜松港では、まあそうだな、本田さん、本田忠勝と穴山梅雪は岡崎城で、暇、まあこれぐらいやれば十分かな。鉄砲櫓を建設、星名さんにここはまあ歩兵とかそういうのは任せましょう、やってるよね大丈夫だよね。忍びの里、BGM が素晴らしい。これぶち壊す。農村、農村、農村で、あとは再開で農村で、暇なら移動で西野さん駿府城で歩兵係、仲間になりますかね。 OK、 家康入った、家康縁組でどうぞ。さらに譜代もプレゼント、バリューセット逃げないでね。 OK、 いいね、誰も逃げなかった、偉いね。榊原康政、ちょっと呼ぶか、まだ移動で2人はまあ岡崎城に行きましょう。参ったな、清洲城兵力多いな、どうしましょうね、どうした方がいい、あの兵力あんだけ多いとな、やりづらいな。大名歩兵、東洋で板倉さん、あとは井伊直政で、とりあえず徳川四天王を先に仲間にするのと、あとは政治の値が高い人、それを中心に仲間にしていきましょう。榊原康政、そんなもんか、まあなんかこのしょぼくれた家宝でもあげるわ。うん、小山田信繁はちょっと心配だから、まあ移動で榊原康政は駿府城だな、こいつに歩兵させよう。
あとは農村。次お金って2万7000入る。2万7000入るんだったら足軽学者の交渉に迎えるね。ここら辺ちょっと数を多めに。あ、一気に収穫収入が少なくなったけど、まあいいわ。で、東洋酒井さん、酒井さんは足軽適正 A だから必ず仲間にしないとダメ。まあ、この辺りをガンガン仲間にしましょう。服部さんはちょっと厳しそうだね。それはちょっと日が暮れるから、まあ農村でもやっててくれ。うんうん、北条家との停戦切れました。まあ大丈夫でしょう。交渉で足軽学者、見返りがない。4万3000あってダメか。もうちょっと必要か。じゃあいいわ、自分で開発しよう。ってなると次やることとして、そうだな、あの兵力が多すぎるんだよ。あの小田さんの教室場があれだけちょっと溜め込まれてると、さすがにね。1、2、農村か。これで十文字やり分は確保できたな。うん、自分で開発しますか。本田忠勝、東洋終わったら。敵の軍勢が、はい、停戦はもう無理だね。出陣しました。だったら協定で、自社州協定の前に契約を進めたいな。え、取引、うん、契約、あ、どこもやってねえわ。そしたら自社州でいいわ、まずは。頼むぞ。おーい、誰か行けます？板倉さんとかどう？え、協定で自社主穴山バイセス、もう無理だったな。とりあえず要請出しておきましょう。まあ大丈夫だと思うんだけどね。念のため出して損ないんで、彼は。頼むね、早く来てね。清須城そんなもんか。岐阜城先に取るかね。岐阜城取れそうだね。え、協定で自社主、これはまあ家康が行くから大丈夫。頼むぞ。 OK。 ちょっと南蛮貿易の協定が遅くなりそうだな。堺承認衆でも結びますか。敵が、はい、岡崎城ね。岡崎城、それは多分守りきれるぞ普通に。あー、なるほど、自社衆と協定結んだから来たって感じ。いや、そこまで読んでないか。私がここ叩いてさ、あの私が自社衆叩いて、であいつらに進軍させないようにしようまで読んでないよね、さすがにね。岡崎城は畑とかそこら辺を中心に建設していきます。市場がないのでね。堺承認衆無理。ダメージはどう？まあ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 大丈夫だと思うわ。あー、やられたね、やってくれたね。まあ技法とか奇襲とか飛ばせば大丈夫だろうけど。黒人衆、いや黒人衆じゃないな、忍者衆協定、戸隠忍者衆、これ結びましょう。技法出せるもんなら出しといて。多分それでこいつらケチョンケチョンだから大丈夫。はいはいはい、あ、壊れてる。まあ大丈夫大丈夫、近づかないでもらっていいですか。来んなよ、なんなんだこいつは。オッケーオッケー、近づくな、帰れ。お金なくなるからあんまりやめて。奇襲ぶち込むか。戸隠オッケー、もうこれで大丈夫でしょ。オッケーオッケー、どんどん決まるね。まあまあまあ、これでゆっくりするか。これは大丈夫だね。一人ご帰宅されたけど、信行、真田信行が帰ったな。え、水田建設、え、水田、水田、あとは畑を中心にやりましょう。畑畑畑、小山田信重、どうぞどうぞ皆さん。まあ、多分余裕で追い払えると思うから、こいつらは。はいはい、飛ぶぞ飛ぶぞ。え、奇襲は、まあ奇襲は成功するよね。大名行く、気をつけて。お、いいね、大名失敗したのか。いいな、おまさが成功して失敗したのか。はいはい、頼むぞ。おーい、みんな失敗してんじゃねえか。どんどん兵力なくなるの。皆さん大丈夫ですか。超失敗してる。で、あと奥村さんに技法を飛ばせばいいか。まあいいわ。どう、あ、混乱してんのね。まあ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 、真田もいるし、お金が入んないのがちょっときつかったな。
で、その後は、あ、清水城包囲で余裕で取れるわ。奥来てくれた、むしろ。助かるわ。なんだ、急にハッスルすんなよ、お前は。歩兵しよう、目の前で目の前で目の前で歩兵して、まあ家康はいいわ。誰かいる？誰かしら呼んで。犬飼さん、え、皆さん歩兵も委任でいいのでガンガンやってください。本田忠勝死にそうだね。帰ります。ご帰宅。敵将、いやー、いいところに来てくれたわ。むしろ構わんわ、むしろ助かる。オーケーオーケー、楽勝だな。将兵は3000か。奇襲はできないね。まあされても大丈夫だろうけど。いやー、でかいわ今の来てくれた。そしたら協定、あ、いや、そうだね、承認衆に結ぼう。ちょっとさ、お金を集めて、南蛮貿易早めにやりたいんだ。お金じゃない、特産品集めて、いろいろできてるわ。え、水田、水田、え、弊社駿府城は兵力確保を中心に行っていきます。まあこの辺りをガンガンやりましょう。で、取引、うん、ミー、あ、いいね、朝織物ね。まあぶち込みましょう。江尻承認衆との距離が近いからここでガンガン集めることができる。朝織物、これで終わりかな。で、契約、契約で民進めましょう。次兵糧入るからね、ガンガン進めて損はないわ。で、あとはオランダ出旗で金ぶち込むか。で、取引で出旗571だから、まあこのしょぼくれたお茶でも十分だろう。さてさて、そしたら次は、民に貿易で金でやらせて、技術、足軽学者ちょっとやりたいよね。本田忠勝歩兵か。うちって足軽適正 A3 人だよね。あ、結構いるな。酒井さん、本田忠勝、家康、その3人だな。技術、足軽学者で呼び寄せで榊原康政って今出張中かな。ちょっとメンツがな。うん、移動させるか。待ってね、奉行はもう少しやらせよう。で、あ、真田もありがとね。岡崎城に移動。駿府城、あと奥平さん、奥平さん、こいつも呼ぼう。で、移動、あんたじゃない、移動で岡崎城で、移動で榊原康政も岡崎城。あと暇人、まあここら辺は暇かな。お金が全くないからもう出陣しましょう。自社衆協定切り替えたいけど、まあいいわ。え、出陣します。まあそうだな、足軽で十分か。まあ、援軍も何も来る気配は全くないから、足軽が防御20、同じか。だったら騎馬隊でいいです。4000、とりあえずフェイントで岐阜城、あと服部さん組ませて、もうちょっといけるか。5400、石川一政、承知いたしました。アンバランス。めちゃくちゃアンバランス。ちょっとごめんね、稲本さん、もうちょっとあげるわ。で、多分ね、技法を受けると思うので、また技法よけ、誰かしら持ってこう。足軽隊か、ハントは。まあ、岐阜城。で、技法よけ、適当に。あんまり技法、なんか受けそうな顔の人をいっぱい連れて行って。こいつら受けるでしょ。この顔も。そうだね、あんまり、天野さん。こんなもんかな。うん、十分十分。頼むぞ。で、何やってんのこれ。あ、北条が攻めてたんだね。真田も大変だな、うちにこき使われていろいろとね。あとやることは、まあここか。弊社
弊社建設、あ、金がねえわ。金が全くねえわ。いいね、いいね、いい技法受けてんね。あ、6000溜まったか。まあ、よかった。奇襲される前でよかった。いいな、もさん、南側ね。評論ないけど、次入るから大丈夫。オッケーオッケー。真田、ほんとよく頑張ったわ。妖精って役に立つんだなって。ちょっと思いました。で、暇なやつ。弊社。弊社。弊社。あと、再開ってなんかあるわ。再開、再開、再開。兵糧5万か。まあまあ、そこそこあるね。変化、なんすか。あー、まあ、特産品もらいましょう。サンキュー。契約ってやってるよね。やってるよね。結構忘れがちになるから、心配になる。何覚えたって。幸福。あー、こう、超速度ね。まあまあ、こうするか。そりゃするか。この毛はね、しょうがないよ。そういう運命だよ。交渉なんすか。割り符。まあ、金もらいましょう。オッケー、清水城制圧できました。そしたら輸送隊で、激励、激励を飛ばします。オッケーオッケー、いいね。さてさて、トレース1万か。1万の松倉城、他援軍は安土城とか速攻で落としちゃった方がいいんだよね。後々考えると危険すぎるから。まあそうだな。戸隠結んでる。兵力もうちょっと運びましょう。あ、どんなもん。あと8日ね。で、足軽学者を一気に建設させる。こいつら気を抜けてそのまま流用しましょう。まあそんなとこだな。オッケーオッケー。オッケー、足軽学者が入りました。で、移動で駿府城が一番兵力確保の拠点になってますんで、とりあえずこの3人は向かわせて、で、残った方、足軽が来た、まあ建設していきましょう。後々考えたらね、本当にね、あの安土城とかあんなの残してたら大変なことになるから、織田の拠点は取れるところは片っ端から取った方がいい。マジでろくなことがない。呼び寄せ暇人。まあ暇だね。この2人もらおう。さてさて、交渉なんすか。鉄砲櫓は絶対真田には教えない。あいつら真田丸で引きこもって大変なことになる。で、足軽学者で、ぶち壊しいらない。で、東洋で、まあ、適当に結構人いるから。結構いるね、本当にいるな。まあ、ここら辺は見繕って仲間にしときましょう。商人、妙刀いいね。ウィンの妙刀が入ればかなりだいぶ楽だ。漆器もやりますか。駿府城、大名自ら頼むぞ。オランダね。オッケーオッケー。で、貿易で金、出陣しましょう。先に取れるところは取ろう。どれぐらいかな。民の身元あるから5000ぐらいで十分かな。一応松倉城に合わせた。馬勢、家康が中心に守りを固めるか。まあこんなもんかな。6000。あとは一応組ませるか。ゼロは混ぜ松倉城で、技法よけも連れていけば OK だと思います。で、あと気になるのは、まあ、兵力があんまりないね。うん、兵力がそんなないのがちょっと今傷かな。で、足軽学者を建設で、呼び寄せ。え、暇なやつ。暇だね、暇だね。はい、変換ね。はいはい、ダメ。滝川一馬は君たちのもうラストピースでしょ。で、弊社、足軽学者建設、建設。これで32個分はできたかな。大丈夫だと思う。あんたら技法よけでこれで遊んでね。で、ここ母兵は委任でいいのでガンガンやってください。松倉城からどれぐらいの兵力または武将が来るかっていうのが問題になる。ああ、食らってんね。いいね、いいね。家康、ここにしましょう。
あとは酒井さんは奥。進め。来ないなら本田忠勝でいいよ。行け。了解しました。家康こっち行きましょう。行け。岐阜城。来るか。まあ大丈夫かな。早めにね。羽柴伸びてる。どう。敵の城。オッケー。完全に包囲しました。富田さん、ああ弱い弱い。大丈夫大丈夫。あんなもんなら大丈夫です。委任はみんなやってるから大丈夫。で、暇なやついないか。みんな働いてるわ、珍しく。やることやってるわ。突破しました。こいつも招き入れた方が後々考えた方が楽か。どうぞ。行け。どうしようかな。あ、奇襲で倒すか。いやいや、倒したっていい。敵将。奇襲。捕らえたり。で、歩兵かましましょう。どうでもいい。敵部隊。オッケーオッケー。壊滅しました。あんた、よく頑張ったね。次は安土城も取れれば取りたい。安土取ればだいぶ楽になる。松倉城はちょこっと兵力あるか。出陣されたら面倒いので、まあ、取れるところ取りますか。わらじとかもやらないとな。5000、いやもうちょっと多くていいね。6700ぐらいで。ちょっと待ってね。協定で機内国人衆、うん、機内結ぼう。あとは甲賀忍者衆、これも結びましょう。足軽学者まだ5か。まあまあいいです。31分で岐阜城。まあ良くもなく悪くもなく、金でいいです。機内国人衆も OK。 安土は取りたいよね。軍団にさ、攻めさせた時さ、安土城だとボコボコにされて帰ってくんだよね。だから油断はせずに行きたいね。二条御所一応ね、合わせておきましょう。ちょっと兵力少なすぎるか。まあいいか。しました。いいな。さ、基本的に包囲して制圧していきます。5000で十分。他から援軍は来ないと思うから。で、技法よけ。まあ甲賀忍者衆結んでるから大丈夫だろうけど、一応出しましょう。あとは築城ねえか。兵力ねえからいいわ。兵糧は41000、まあ、ちょっと苦しいところではある。暇なやつに、暇なやつがいるけど、あーそうだね、この2人は岐阜城、岐阜城で兵力とかたくさん蓄えるようにしよう。兵力と農村とかね、そのあたりを。ん、運んでる。信孝二条御所。いやまあいいんだけどさ、うち取れるよ。取れますよ。まあいいや、そっちがそれならいいです。門前町、農村、公家町はいらない、ぶち壊す。公家町もいい。農村に、さらに農村。秀光か、信孝 VS。 いやもっと安土城が制圧しやすくなりましたね。長浜も余裕だね。まあいいわ。細川忠興、いい武将いいんだ。家康を奥にしましょう。家康と本田忠勝が基本的に奴らが戻ってきた時用に戦う相手にしよう。早く移動してね。ちょっと増えたな数が。本田忠勝こっち。家康どこ行くの。混乱はないか。あ、いいね、罵声入るね。よしよし、良きでございます。足軽と鉄砲はやめて。オッケーオッケー。敵の城。オッケー、完全に包囲します。安土を取ろう。で、あとは暇なやつ移動で岐阜城。扇風城暇人いっぱいいるね。ここら辺は使い道が全くないから、うん、岐阜城殴っていいです。援軍か。あんたらが同盟結んでんのか。ちょっとめんどくさい、ね、筒井さん足軽。まあ民の名刀あるから負けないとは思うけどさ、ちょっとここは慎重に行こう。激励飛ばせるもんなら罵声。
どんどん引き下げよう。30下回れば帰るから。酒井さん狙いは賢いね。おっと、クリティカルはやめてくれ。変換、はいはい、ダメです。酒井さん大丈夫、死なないでね。死んだら怒るよ。バセ残り16か。生きろよ生きろよ生きろよ酒井生きろよ酒井死んだら怒るよ。激怒。オッケー、安土城取ったぞ。安土取れたのでかい。帰れお前ら、何しに来たんだよ。そしたら帰っていいわ。帰ろう帰ろう。聞くぞ。ちなみにさ、どうなの契約は。今やってないか。乱方位あたりは早めにやりたいところではある。あとはあのわらじとかね、足軽学者、足軽技術開発していかないとダメだから。あともう一箇所ぐらい拠点制圧したら、まあ、内政に技術開発にシフトしますか。まあ、これぐらいればいいかな。うん、三軒家でもできるか。だったら移動で、とりあえず駿府城、石川数正の方がいいな、使うんだったら。ね、いるでしょ。あれどこ行った。急だな。まあいいわ。ちなみに奇襲いける。倒せるもん倒そう。邪魔だ。オッケーオッケー、いいね。捉えたり、引くぞ。さてさて、移動で飯直政も、駿府城で取引で乱方位だけ先に進めましょう。ぶち込んで、まあ、焼き物とかでいいかな。契約オランダ、もうちょっと1500だからこれでいけるかな。お茶あげてで契約オランダを進めましょう。プラス協定で自社州協定、うん、技術開発一気にやろう。長浜城って兵力どれぐらいかな。包囲で制圧できるぐらいだと助かるんだけど。本庄寺ももちろん OK。 ご承認、はいはい。金細胞を教えてあげてもいいけど、まあそれぐらいならいいです。2700、まあ包囲で余裕だな。技術でまずはわらじ行きましょう。74か、早っ。呼び寄せ、統率そこそこ高いやつ、まあ呼びますか。この辺りかな。小山田信重、石川一馬さん、いいね。二条御所、そんなもん。おお、なんだなんだなんだ、小田さんか。小田さんが暴走し始めたな。これは制圧は無理でしょ。そうだよね。とりあえず長浜はちゃっちゃと取りたいところではあるけど、うん、そうだ、二条御所取るか。奇襲は大丈夫かな。まあ黒人衆と協定も結んでるし、うち多分大丈夫。任せあれね、あの明智光秀もらえればそれもそれでかいから。服部さん、西名さんは多分技法を置きまくって役に立たないから。お任せください。小山田信重、罵声、悪口言おう。今やってないこと何かあるかな。今やってないことはゼロはまぜ。軍団に清洲城を任せよう。うん、それでいいわ。成田さんは頑張ってる。暇？まあそうだ、もうそこまでやらんでもいいけど、まあここだけやろう。ラスト、もうちょっと武将仲間にしてからでいっか。これは大丈夫だ、これは大丈夫だ。羽柴が攻めてる。石川一馬さん奥で、小山田信重が西側で、酒井さん南側、違うわ、榊原康政が南側。 OKOK、 ちゃっちゃと包囲しましょう。完全に包囲しながら殴れ。で新設、まあ、ここはいいです。まあ、清洲城は小川軍団弱そう。大丈夫かな、世界で一番弱そうな軍団。そしてさ、貿易やってるか。また忘れたかと思った。お味方が
城内に突入しました。敵将。オッケーです。二条御所制圧できました。ガンガン行きましょう。まあ竹部山城にセット。どっちでも行っちゃいいんだけど、3部隊で十分か。国内省もいるし、勧告しないかな。小谷大丈夫かな、明智って。それ心配だな。だったら明智に関して小田さんってどれぐらい。あー名声そんなもんか。ちょっとさ、駿府城でいいわ。勧告を明智に飛ばしまくって、名声をこいつに上げて、で他から勧告降伏しないようにしよう。めんどくさいからいいや。三元槍。めんどくさい。乱歩兵が入った。これで将兵の回復が早くなりました。二人は岐阜城。あと星野さんとか、まあこいつでいっか。清洲城。まあ周辺の兵力そこまで多くないし、勧告することないんじゃないかな。あ、もうこれはどうでもいいわ。あ、ごめん、こっちでいい。承知よ、俺。明智光秀の技法、さすがだね。怒ってる。まあいいいい、名声あげればいいよ。そんなこと言っといてサクッとね、あの降伏するんだよね、織田に対して。まあでもできないんじゃないかな、兵力的に。ポエもしなくていいや、ぶん殴れ。停戦しません。さっき舐めた口とか言ってたくせに。素直じゃねえな。編成で安土城もどうぞ。城門を突破しました。うんうん、まあこれはもらえるでしょ。タイミング合わせてないけど大丈夫かな。明智光秀こいつだけもらえるわ、他はどうでもいい。技術はやってる、何番はやってないか。契約でやるとしたらイギリスとかも進めたいけどどうかな。まあいいや。え、交渉は何すか。鉄砲やぐらは絶対教えない。 OK、 光秀が入ったか。光秀は普代で大垣城、これあげるわ。であとは委任は全部、まあやってください。さてさて、小田さん取りに行けるっちゃいけるか。ちなみにさ、石山城そんなもんか。石山取ろう。ちなみにどんな感じ。援軍は岸和田から来るか。木津水軍衆は結んでないから援軍来れないね。伊賀忍者、これ結ぼう。協定で伊賀忍者衆、これ結びましょう。結べば包囲して制圧で OK だ。何やってんの。あれあれ、こんだけしか兵力ないの。韓国で、あ、はい、領内に向かって出陣。な、弱いね。大丈夫大丈夫。あ、こっちも全然歩兵してねえから全然ねえわ。ま、伊賀忍者は OK で、うん、兵力どっかあるかな。7000か。まあ、7000持ってくればなんとかなるとは思うんだけどさ。一回解除で、ね、弱いな。小畑さんでいいわ。変換ね、はいはい。ダメ。岐阜城、そうか、岐阜城か。どうやったら守りきれるかな。石野さんって多分鉄砲隊だよね。技法飛ぶね。いいねいいね。技法飛ぶなら話早いわ。うん、飛ばないか。失敗ね。まああんまり時間はかけたくないのと、そうだな、まあ羊にしましょう。石山城取ろう。一応協定傷もいくか。大丈夫か。ちゃんとやれば傷水軍衆反応しないから大丈夫だ。6300、石山城に向けて出陣します。明智光秀ちょっと兵力残そう。前進。いや、残さなくていいや、一気に行こう。攻められるかな、大丈夫かな。ゼロはやばい。そうだね。そしたら二条御所、小山田信繁、兵力運んどこう。攻められたらやばい。技法、技法効かなかったらちょっと苦しいね。
ッケー、聞くね。よかったよかった。まあなんとかなるな、それだったら。出ましょう。お任せください。うん、うち民の身元あるから負けないと。大丈夫だね、全然余裕。お任せあれ。さてさて、石川一正奥前進。あー、どうでもいい前進どうでもいいです。榊原康政、北側。オッケー、三元槍が入りました。技術十文じゃまだ足んないか。前進進め進め。浮田が援軍か。そうですか。お任せください。そういえばあんたら同盟結んでたな。うん、とりあえず制圧しましょう。桐山城1万か、ちょっと増えたな。まあやり方としては鳥羽港の方に行って港攻めして、あと包囲で終わりがベスト。城門を突破しました。 OKOK、 守りきった、素晴らしい。え、新設新設でこの2つ、安土と二条御所、ここら辺は任せていいな。で、ここら辺は何もしないでくれ。 OK。 で、編成、あ、まあいいや、倒そう。十文字あり、十文字まで一気にいけるね。OK です、石山城を制圧できました。え、奇襲は無理か。技術あんたらは適正、足軽適正一人いない。だったらそうだな、榊原康政でもいいので、うん、呼びましょう。やめてね。なんだお前はいきなりブチ切れて、なんだこいつ帰ってきやがって、なんなんだよ、はた迷惑だ。姫路城に向けて出陣します。もうここから普通に殴っていこう。お任せください。責任者衆って結んでる。え、協定で責任者衆協定結びましょう。無理か。あと松倉城鉄砲櫓がなければ余裕。長浜も早めに取りたい。まあ歩兵次第になります。あ、はい、来なくていいわ。あ、でも技法受けるかな、切った方がよかったかな。まあいいわ、微妙なところ。契約はないか。十文字あり199日、急ごう。やっぱ受けるよね。変換、はいはい、筒井さん、そうこんなやつ捕まえてたの、そういえば。うんうんうん、まあ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 、軍団もやってくれてるし大丈夫かな。登用もしてくれてるね。滝川一正が脱走。長浜城どうにかするかなんだよな。長浜ね、そっか、浮田直家がいるから混乱入らないね。まあ任せましょう。編成、うんうん、大丈夫だね。あと4万貯まってる。2万5000、合わせて7万ぐらいあれば北条に関しては楽勝に取れる。だ、北条よりもね、織田がね結構厳しいところがあるから、輸送しましょう。藤田さん輸送、まあ1万ぐらい残して清水城に運びましょう。あ、いいねいいね、楽勝だね。オッケーオッケー。姫路奇襲いけるもんなら行こう。ふん、まあいいわいいわ、元気よく失敗しないでほしいんだよな、できればね。で、そのまま出陣。服部さんがいたのに技法を受けたんだ。下津井港にとりあえず脅しだけかけておきましょう。承知いたしました。毛利はどう、弓の切れ、はいはい、まあじゃれてればいいわ。鉄火事、あんた鉄砲好きだな、さっきから。歩兵はやってるよね、うん、ガンガンやってください。一応念のため水田、水田建設弊社、忍びがないか、忍びの里で弊社、ここでガンガン集めましょう。他も適当に任せる。あ、そっか、呼び寄せ。大隈さん、うん、備中高松まで行ってるんだ。まあまあ、それだったら下津井港はサクッと取りましょう。
うだつが1万2000か。制圧した後、うちカウンターで食らいそうだな。浮田直家かな、多分。城門を突破しました。火薬改良。ちょっと急ぐか。島津が危ない気がするな。危ねえ。浮田直家がいたわ。坊主。築城坊主。戻ってもらっていいですか。戻んなよ。戻って。戻る気ねえのか。じゃあいいや。戻るのかい。なんなんだ、忙しいやつだな。竹内さん狙いましょう。お任せください。で、ね、敵接近時ありで、追撃許可でいいです。OK です。下津井港制圧できました。将兵6000ぐらいあるんだ。だったら大丈夫だな。岡山城行きましょう。で、呼び寄せで、誰かしら。星野さん。織田宇治春に歩兵係は、ちょっとさすがに末期だから、大久保さん呼ぼう。あ、黒人衆、気にしなくていい。前進、いいぞ、気にしなくて。そのまま行きましょう。進む。あとは姫路も、ここも編成で軍団に任せましょう。あ、待て待て、あんた姫路出身か、ダメだ。ごめんね。進め。弓の木取ったのかな。あ、毛利が取ったんだ。そうですか。進め。承知いたしました。変化、はいはい。あ、細川雄斎ダメ。進め。ちょっとやぐら痛いね。承知いたしました。まあ5万4000運びましょう。承知しました。あとは数の暴力で織田の拠点、兵力の少ないうちにさっさと取って、あいつら合わさると城郭もしっかりしてるし大変なことになるから、織田さん優先、織田さんと羽柴を中心に倒す。まあ余裕ですね。ちょっと黒人衆邪魔邪魔だな。まあいいわ、転戦しません。強いんだよね結構ね、自分に痛いんだよ。 OKOK、で修復しといてください。韓国って言ってもまだないもんね、あの役職というか守護持ってないもんね。入ったね、 OK。 これで多分終わるでしょ。入ってないの、ダメなの、終わんねえか。前進で輸送、輸送で、輸送じゃなくていいな。浮田直家は備中高松だけだから、まあ取れるうちに取りますか。出陣で備中高松城に向けて出陣します。これ2部隊だっけ。いい加減混乱効かないって学んだ方がいいかもしれない。まあいいわ。で、そしたら、そうか、できたのか。兵糧はうちってどれぐらい今度から入るの。17万か。北条の拠点合わせれば、まあ内政学者一応建設するか、暇人多いしね。させて北条の小田原城と合わせれば品種改良あたりは余裕です、あの開発できると思うんだ。なので適当に、本当に適当に見繕って、もう483でも何日でもいいからやらせましょう。あ、ごめんね。学者、内政学者で呼び寄せ、ちょっと織田さんの拠点を先に取りましょう。まあ、この辺りをもらいましょう。 OK。 で ES 戻って、移動で家康が、岡崎城に行く。呼び寄せで政治の値が高い人、まあ、ここら辺もらいましょう。あと契約って何かいける？イギリスいけるね、やりましょう。これさ、どっから行ったんだあいつら。あ、岸和田城から行ったのか。なるほどね。貿易で金でいいです。で出陣しましょう。ここは大胆に一気に行きましょう。桐山城に向けて出陣します。遠慮しない方がいい。城郭のしっかりしてる拠点相手には中途半端な兵力で返り討ちになるから全力で行こう。じゃ
ちなみに真田さんってさ、同盟は残り13ヶ月、まだまだ大丈夫だね。城内に突入しました。備中高松城も制圧は問題ないな。やっぱ明智光秀と本多忠勝、この二人が躍動してくれてるわ。これ島津か。島津嫌なんだよな。危ないんだよね、なんかあいつら。なんか痛い。はいはい。で、東洋で浮田直家。こいつら違うよ。あ、あんたらもか。なんでいんの。石田三成。あれ、なんでいんの。まあいいわ。なんでいるんだ。おお、真田が躍動してるのかしてないのかよくわからんな。筒井さんね、援軍ね。あんたらけなげに頑張るね。授業で、なんかこのしょぼくれたやつあげるわ。で、はいはい、結構人入ったのね。移動で、まあ、このあんたらは駿府城で隔離で、残ったメンツで毛利を倒しに行きましょう。目指す拠点は毛利家の総本座、吉田郡山城に向けて出陣します。入るかな、こんな。まあ、行こう。よくわからんからいい。あ、倒したっていいや、筒井さん。邪魔でしょ。黒人衆も来てくれたの。まあいいけどさ。行こう。お任せあれ。取れるうちに取りましょう。こういう城郭の強い拠点は。軍団に任せたいな。ただ今内政学者建設してるから多分途中でやめちゃうんだよな。あ、ごめん、戦ってる。責任者か。責任者協定結ばれて、やばいね。責任者衆、あいつら結んでないのに食らわせたか。さすがは吉川元春。はい、もう殴っていいよ。ボコボコにしていいよ。まあ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 、家康の罵声防御か。あって、どこにいる。はいはい、混乱ね。まあまあ、これで大丈夫でしょ。外門を破壊しました。時間かかるか。遠征。これはガンガンやった方がいいでしょ。お味方が。オッケー、いけいけ。突入しました。協定で飛ばす軍衆、協定。飛ばす軍衆、無理か。誰も無理か。そうですか、そうですか。残念でなりません。まあ十文字槍やっぱ強いな。責任者さすがの。OKOK。 境港行くの、そんなところから。普通飛ば来ると思うんだけど。どう、帰るな、帰るな。勝てるんだ、帰らないでくれ。負けないから大丈夫です。弓そんな強くないでしょ。だってそんな育ってないでしょ。本当に境港に帰るんだ。変な人じゃな。まこれは飯直政一人で十分かな。鳥羽港は飯直政に任せる。それ以外のメンツで水城が邪魔だから取りましょう。大和郡山城トロトロ。あれだね、島津が四国に進出し始めてね。ちょっとやだね。お味方が。まあ長宗我部ならおっと大丈夫か。まあ負傷してても元気だな。オッケーオッケー、捉えたり。いけ、突っ込め。前進、かしこまりました。殴れ。で、戸隠忍者衆との協定が切れたので、切れたよね。これ結びましょう、戸隠。ちなみにさ、後々真田倒す用の兵力は28000。まあそこそこ集まってるか。お前はどっから来たんだ。なんだよ。あ、なんだ。あ、筒井さん訂正しません。韓国で落ちる国とある。あ、落ちるね、筒井さん。なんだ、落ちるならそんな無理しないでいいよ。めっちゃ技法受けてる。まあいいわ。はい。だから返さないっつうの。斬首するぞ、筒井さん。なんだそのソフトタッチは。なんでちょこんと攻撃してきたの。はいはい、オッケーオッケー、いいねいいね。敵部隊壊滅。追撃が終わった。でそのまま、そしたら邪魔な小田を倒そう。
人めっちゃいるね。島左近と、まあ、軽く数をしておいてあげましょう。秀吉がいるな。なんで、ん、秀吉、羽柴秀吉がいるんだけどさ、あれ、なんで羽柴秀吉いるんだ。あ、羽柴家ないんだ。なるほど、羽柴家滅びてたんだ。ごめん嫌味じゃねえんだけどさ、滅びてたんだ。知らんかった。そういうことか。はいはい、わかった。なんだかわからんけどいいわ。誰だこの残骸残したやつは。農民の一挙怒ってんじゃねえか。勘弁で、どうすか。24,000で野島湊。将兵はあるの、なければあるか。8,000あれば攻撃できるから倒せるだけ倒しましょう。野島湊、まあ、遠慮せずに頼むね。で、編成で任せます。鳥羽湊制圧完了。で、出陣で最下城行きましょう。矢倉も全然立ってないし楽勝だね。はい、交渉いいです。もういいです。しつこいあいつら。え、呼び寄せ。あれ、あいつはいんの。秀吉どこに。秀吉は安土城にいるんだ。君城好きだもんね安土城もらうわ。歩兵ね。はいはい。長浜11,000か。攻めるとしたら岐阜城の兵力を集めてそれで攻めるって形になるか。あんまり下手なことはできないんだよね。あー、ダメ、吉川元春さっき奇襲成功したからダメ。ダメ、もう何もあげない。うん、境港は余裕で倒せます。町内に突入しました。あとは契約で何かしらあれば。技術、弓やろうか。そのうち多分軍団がふざけた陛下で出陣してくるから必要になる時が来るかもしれない。捕らえたり。で、出陣で強えな。22,000ちょっと強すぎない。岸和田城、鳥居さん事故を受けそう、役に立ちそうもないな。まあ、頑張れ。で、野島湊制圧できたので、まあ、次は合算と田城行きましょう。ギリね、全然兵力ないから楽勝だ。お待たせ。農民が遊んでる。さて、残り1時間か。急ごうか。こいつどうすかね、邪魔なのかな。なんなんだこいつ。なんだこいつは。勘兵衛、勘兵衛と秀吉、いいね。この2人はなんかいいぞ。4万合わせて9万ぐらいか。岩村は軽く落とせるでしょ。松倉城も大丈夫だね、それぐらいの兵力なら。方位でいいよ。進む。前進。停戦しません。韓国で諦めるんだったら話は違うけど。承知。うちか。はいはいはい、うちね。敵の軍勢が始まったよ。我が領内に向かって無謀な。しましたやめとけ。敵の軍勢がガモを撃つと。これちょっときついね。一番ある。ああ、帰る。うるさいだけじゃねえか。あと、どこが来るの。ああ、はい。あと、どれ。これが安土城ね。無理だと思うよ。無謀なことするんだよな。まあ、大丈夫。ガッサントダジオも大丈夫そうだね。編成かけるか、時間かかるか。編成、ふん、吉川元春脱走失敗してる。ざまみ。敵の軍勢が吉田郡山に向けて出陣。出陣しました。あいつらさ、合算と太城を攻められてんの分かってないのかな。それとも疲れてんのかな。続き終わるでしょ。終わんねえか。はい、まあどっちでもいいです。岸和田ね。はいはい。敵が剣女王子のくせにお前調子に乗んな。出陣で、そしたらごめんね、いいのもさ好きにやっていいわ。あの坊主倒せ。城門を突破しました。うん、合算と太城は大丈夫そうだね。そしたらこの兵力を弓の木に行きましょう。出陣で家康一人で十分かもね。竹部山城かに向けて出陣します。承知。敵将捕らえたり。で、出陣でこの軍団は、まあ、この峰城行きましょう。
かしこまりました。敵部隊で韓国終わるでしょ。 OK、 鈴木家が終わる。鈴木重秀が仲間になりますね。 OKOK、 なんか壊れた施設、元気か、よかった。で鈴木重秀、賢女もいるね。メンツいいな。これうちで預かるわ。そのうちこいつらに一気に真田取りに行かせるから。で暇ならいいメンツだ。長浜城行きましょう。あとはエバセ、四国をいつ攻めるか。四国兵力2万9000足りすぎだろこいつら。なんなんだよ。アウト、ごめんごめん、結んでたか、結んでないか。これは普通にミステーク。酒井さん死ぬな。協定で傷水軍衆、協定結びましょう。攻撃は別にする必要はないんだ。三成が推薦出してるから多分大丈夫じゃない。やれ、まあ、二条御所で一回逃げてくれ。三好さんまあいいけど多分やられるよそれ。うん、役職授与であげます。あと鈴木重秀、加藤清正もいるね。いいねいいね、メンツが豪華だわ。大丈夫かこいつ、裏切る気結構あるな。あ、黒人衆、はい、気にしなくていい。アルミダカステラね、カステラくれたわ。傷制限症 OK、 もう戦いはやめよう。で、どこだ、酒井さん。出陣で、竹部山城。敵部隊、壊滅しました。あれ、家康どこ行った。家康は石山城に入っちゃったから。家康、どこ行った。家康、どこ行った。石山城、移動、どこにやつ行ったの。どこに行ったの。呼び寄せ、家康。もう家康いないんだな、いいや。この二人でいい。待って、家康の方がいいんだよな、できれば。どこ行った、あいつら。どこ行くの。石山城移動、どこだ。あいつらどこに、どこにいたの。家康はいた。吉田郡山、そっちは兵力ないだろうに。ないでしょ、だって7000でしょ。でここで石山でいいです。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。ガッサント太刀を攻めるって。毛利輝元が、これ危ないか。それ狙ってもし行ってたんだったら大したもんだよ。ガッサント太刀同盟切れたね。うん、呼び寄せで誰かしら呼んどきましょう。まあ、この辺り呼びましょう。どこ行くの。河野峰城、ああそこ、それ大変だね。で出陣でイエス、やっと戻ってきたよ。竹部山城に向けて出陣します。あとは契約でイギリスを進めたい。何か協定で承認書ある。あー、ここは傷すぎるからこっちいいわ。技術、内政、二期作やりましょう、念のため。で、同盟切れたんだよね。そしたら出陣しますか。北条、北条軽く取るか。真田は OK、 真田な。真田、真田を速攻で取ろう。承知。下妻雷電、鈴木茂之行こう。承知。大丈夫、勝てるから。4万もあるか。呼び寄せ、統率高くて暇そうなやつ、ここらへん。うん、河野峰城制圧は問題ないね。鉄砲か、鉄砲はちょっとダメージ食らうと痛いから。城内に突入しました。進め。東海国人衆、あ、もう気にしなくていい。来すぎだろ。罵声誰、79のやつに食らうか。左足、奥。OK、河野峰城制圧完了しました。敵の城、完全に包囲しました。九州行こう。承知いたしました。で、協定で、そしたら、豊後水軍衆協定。島津が伸びてるな。あいつらが伸びてると、ろくなことがないんだよな。政治の値が高い人、ここら辺もらうか。食らいすぎでしょ。
取引で、ちょっと遠いけど、イギリスある。あ、馬車でもいいね。オランダ。まあ、時間かかりすぎるな。ごめん、イギリス。なんでもいい。少ねえ金。あ、間違えた。まあいいわ。もう知らない。もうわかんない。わかんなくなってきたな。なんだ、石落とし。大丈夫。まあこれは編成で任せますか。じゃあここはいいわ。あ、まあいっか。敵部隊。うん、大丈夫。竹部山城も大丈夫。変換ね。はいはい。うん、水雷があるんだ。やだね。で、出陣しましょう。加藤清正、上田城に向けて出陣します。後藤又部、裏切りそう。大丈夫かな。八王子城、そんなもんか。まあ、取れるもんなら取りましょう。城内に突入しました。八王子ね。ここは2部隊でいいです。承知いたしました。一回鼓舞、鼓舞入れて。敵将軍、オッケー。捕らえたり。なんだなんだ。はいはい。これは誰だ。あ、文豪か。何かなって心配になっちゃった。取引で薬だよね。イギリスね。イギリスはちょっと進めたい。敵部隊壊滅しました。長浜大丈夫そうだな。よかったよかった。まあなんでもいいわ。韓国ってぼちぼち入る国あります。小田さんね。オッケー。小田家が終わる。あとはないか。で、長浜の方々は次は柴田家倒しに行きましょう。もう飯直政もお役御免でいいかもしれない。かしこまりました。承知しました。行こう。真田昌幸がいるんだ。任せるわ。鍵湯の家強っ。さすがの真田昌幸だよ。大した兵力ないのに本当に強いわ。まあ任せるわ。もう知らない。で、出陣で。ちょっと相手は水雷があるので混乱ループにさせながら沈没しないように皆さんで頑張りましょう。何をやってるのこれは。まあいいわ。なんか知らんけど取り込み中だった。竹部山城を制圧したんだよね。出陣、弓なく取りましょう。すげえ兵力で、韓国で落ちるところはないか。じゃあ行こう。まあ大丈夫そうではある。兵糧切れたね、真田が。倒せ倒せ。韓国で真田終わるでしょ。兵糧ないんだから終わんねえのか。何なんだあいつら。そしたらその軍団は全員八王子で強い。城門を突破しました。あ、1万あるんだ。ちょっと兵力多かったな。そうか、1万か。どっかしら兵力輸送すれば。4万あるね。これ兵力輸送すれば多分真田監獄すると思う。沈没しました。やってくれたな。まあ、沈没すればな。こんな沈没ね。すんなって言ったんだけどな。八王子城、八王子城、これは任せましょう。岐阜城輸送、輸送で、アトビさんでいいわ。輸送しましょう。で、兵糧をくれ。兵糧ねえな。兵糧がちょっとネックだ今。協定で自社衆協定を一気にやりましょう。自社衆、自社衆、これ結んでいかないといろいろとやばいね。あと自社衆、兵糧が、はいはい、そこをつきました。兵糧もらうわ。兵糧ないから早めに制圧してもらっていいですか。八王子城、なんだなんで包囲されてるんだお前ら。包囲されないでもらっていいですかね。まあ大丈夫だろうけど。寝頃寺、オッケー。ちょっと待ってね。沈没するからまた。沈没恐怖症になってるわ。あ、それは恐怖だわ。弓の毛制圧は問題ないか。城内に突入しました。まあ大丈夫だね。ちゃんとやってくれれば。この輸送隊がちょっとネックか。
兵糧は14万。ちょっとやめよう、一回。アトムさん、いいわ。で、韓国で落ちる国ありますか？真田が落ちねえか。1万か。まあ、取るか。兵糧ねえしな。正幸と雪村だけ仲間にしたら、まあ、あとほったらかしでいいわ。任せあれ。君たち、隠居してないよ。大丈夫だよ。あ、美濃和城もあんのか。そういうことか。すいません。それは無理だ。ちなみに兵糧9000ね。相当苦しそうだ。縁が早い。三十郎。敵将捕らえたり。よかった。とりあえず九州来れたわ。心配だったんだよね。来れるかなって。まあ、運びましょう。進め。1時間15分。急ぎましょう。弓の毛制圧完了したので、もちもちさ、毛利終わるんじゃない？終わんないかな。今日韓国で落ちる国はねえか。もう家康一人で十分でしょ。承知しました。うんうんうん。まあやることをやってるか。宇都宮城ね。1万7000、2万か。3万ぐらいで小田原を攻めれば余裕で勝てる。しかも技術開発の2期作とかも多分進められると思う。2期作は持ってるか。見返りがない。金くれ。競艇で風魔忍者衆競艇どうぞ。さっさなりますわ。ちょっと危ないからやだ。で、羊人でこんな承知。北の少女やばいね。まあ、2部隊に任せて混乱と罵声ぶち込んでくれれば負けることはないから大丈夫。ここはいいわ。2万1000の兵力で本庄寺の協定切れた。そうだな、水田の確保となる拠点でもあるから、これは協定結びましょう。次は兵糧30万入るね。これで落ち着くか。お味方が城内に突入しました。ああ、あんたらまだ協定結んでるんだ。けなげに頑張るね。敵将捕らえたり。韓国本庄残しちゃったんだよね、真田。まあ無理だよな。真田まあまあほっといて先に春日山としました。多分真田先取った方が有意義かなとは思うんだけど、順番的にね。将兵回復したらでいいです。上杉景勝は普通に強いので。 OK、 行きましょう。任せあれ。まあこれは任せる。ここも出陣しますか。で、逆に文字港を島津が取ってくれたら、簡単にね、港攻めであいつらにダメージ与えることもできるんだ。それも悪くないんだ、実は。韓国落ちる国はないね、OK。同盟結んでる国。伊達さん、そんなもんか。塩釜あるか。役職も結構入ってる。兵糧はもうバッチリか。筒井さん。筒井さん、雪村返すわけないでしょ。で、貿易契約、イギリス。ねえか。ねえか。まあいいわ。で、編成、任せた。鳥取城制圧完了。毛利もいいでしょ。ね、諦めよ。毛利さん、諦めた方がいいよ。同盟結んでるの？おお、その二人が同盟結んでるんだ。いつも争ってる二人同士だけど、酒井さんなら大丈夫だね。はい、宇治名もね、どうぞ。編成任せる。毛利おり。で、羊人でこのままの兵力そのまままるっと聞いたに行こう。春日山制圧完了ね。 OK。 上杉って兵糧は4万9000。そんなないね。上杉中心に攻めよう。で、美濃和城の最後の真田に関しては、この後に小田原を攻めようと思うので、一気に南から行くときに取りに行こう。北の少女を制圧完了。さすが官兵衛と秀吉のコンビ、さすがです。お待たせ。小山城ちょっと厳しいと思うけど、いける？
頑張って。編成任せる、頼むね。で下妻ライデンも躍動で任せるわ。八王子城がかなりの兵力がある。筒井さん輸送、かしこまりました。築城、誰か、あ、三成って築城適正 S だっけ。承知いたしました。あんたいろいろと築城得意でしょ多分。城門を突破しました。オッケーね、キーダに余裕だね。あ、大友終わるんだそれで。そうですか。島津はどんな感じですか。島津がこれ、あんたらってどこまで行ってる。なんでカナ細胞をもらおうとしてんだ、よくわからん。あ、いいです、こっちに来てください。敵将捕らえたり。終わるんじゃないかな。竜造寺も、竜造寺残りはそんなもんか。変な形だね。柏崎港制圧したのでガンガン進軍。柴田城に向けて出陣します。なんか敵多くない。敵多くなったんだけど、でも兵糧切れると思うんだよね。え、協定で羽黒忍者衆、協定柴田城は戸隠で大丈夫なんで。んごめん、やっぱ高天神城でいいわ、こっちでいいわ。で高天神城に盗撮の値が高い人集めましょう。まあこの辺りかな、この隅か、ここら辺かな。光秀はいいわ、溜まってる1万2000年。その兵力も高天神城に運びましょう。え、機関でどうぞ、探索なんてしなくていい。輸送でお願いします。承知しました。上杉さんって兵糧あとどれぐらいですか、気になるところなんだけど。多分そんなないでしょ、2万5000でしょ。だったらそのまま黒川城行きましょう。しました。うんうん、騎馬隊って言ってもそんな強くないよね。そうそう、大丈夫大丈夫、うちの騎馬隊の方が強いわ。何何何、始まりますやつ。なんで出陣しました。えー、何なんだなんだ、なんで取られたの、ちょっとよくわかんないんだけど、何が起こった。そしたらちょっと調査壁が、どこにいる部長、よくわからんな、何が起こった。編成、何が起こった。マジでよくわからん。ガッサントダジオに、統率の高いやつ、高天神城、そうだな、キーダに小早川高影もらうか。敵将、何だったんだこれ。まあ 100% 取られるわな。編成で任せる。で制圧したんだよね、まだか。今やること考えか、やらないよりかはマシか。で契約で見いけるね、これ進めましょう。プラス輸送がこれで終わるので、で出陣しましょう。風魔忍者衆は結んでるもんね。小田原城に向けて出陣します。承知、軍団に任せたいからね、あえて市場に輸送させたんだ。頼むぞ。任意はもちろん OK で、貿易日本と敵の軍勢が、でそしたらそろそろ戦っても好きにやっていい。吉田郡山ね、それやめてよ、急に行くの流行んないよそういうの。奇襲、失敗してもいいからとりあえず全部ぶち込め。敵が城内に侵入しました。ちょっと良くなかったかも。前進、いやいやそのままでいい、わざと取らせてその後奪い返そう。味方が取られました。承知いたしました。でどこが攻められてる今、下津井村とね。なんで、あ、まあこれだけ来てくれれば大丈夫だ。しまった、味方が優秀で。小山城そこか、ちょっとこれも任せるか。で小山城、ああそうか、落ちる国ありますないか。帰ったか。帰んなくても多分兵糧切れると思うんだけどね。
上杉家兵糧残り一番でしょ。いけいけ、そんなあサボってないでいけ。 OK、 出陣しましょう。 100% 負けないから。柴田城に向けて出陣します。拠点多いところ叩けばよりね兵力減るから、ガンガン攻めましょう。承知いたしました。承知。編成任せた。これは大丈夫。出陣かな。ちなみにさ、竜造城終わるでしょ。本城取れば終わるか。本田戦うね。橘山城に向けて出陣します。任せあれ。今はどこ攻められてる。承知いたしました。あ、やっぱり下津湊か。吉田小山奪い返したの成功したのよかった。で、やってる契約イギリスないか。うん、上杉取れれば余裕です。軍団もやってくれてるし。2万5000回小田原か。やだな。下手したらこれそのまま負けて何も収穫得られないって可能性あるから、八王子城ここからも攻めましょう。もうちょっといいメンツいませんか。もうちょっといいメンツ、ここら辺もらうか。ガモおじさといいね。いる誰か。渡辺さんとかしょぼいメンツに変わったか。呼び寄せ。あ、まあいいわ、これは大丈夫だな。ここも大丈夫。問題は多分小田原攻めになると思うんだよな。任せた。で、出陣で蒲生千里、彩色兼備の男が岩月城に向けて出陣します。岩月をダッシュで取ろう。承知。輸送隊も OK にしてるよ。ちょっと確認するか。確かさっきやったと思うけど、うん、大丈夫、好きにやっていい。なんだこいつ。今誰が受けた。橘山城で受けた。これも、あ、いや包囲しちゃうからそのまま行こう。停戦しません。突破しました。うるさいから混乱で黙らせる。無理か。14,200、4万か。あれが多分きついな。鉄砲が5万ある。柴田城制圧ね。兵糧切れると思うんだけどね。言ってるもんね、伊達もね。伊達そんな伸びてんの。おお、兵糧おきれいになりましたな。じゃあ出陣。山形城、伊達とバッティングするかもしれんけど、まあいいでしょう。もう適当でいい。ちゃんとした陛下で出陣してくれればそれだけです。いいねいいね。多分制圧できないと思うねな。なんだなんだ。オッケーオッケー。で、韓国で竜造寺。敵の軍勢が、はいはい、我が領内に向かって出陣しました。竜造寺家終わり。そこまで兵力ないんだね。そしたら出陣しましょう。島津攻めが多分一番の関門になる。村中城に向けて出陣します。お任せあれ。承知いたしました。長政か。あんたらって技術はどんなもん。お、十文字まで行ってんだ、すげえ。あんまり見ないな、十文字まで行ってる。長宗我部ってことはうちと互角か、実質。お味方が城内に突入しました。武将の質で勝つしかないね。まあ、ちょっと軍団に任せてみる。壊滅。敵が我が領内に向かって出陣。小田原取れそうっすか。岩月もいい感じだな。韓国で終わるね、ここまで来れれば。素晴らしい。捕らえたり。小田原も大丈夫。変化、はいはい、どうぞ。あんたさっきも捕まんなかった。敵部隊、まあいいわ。壊滅。編成。敵将。山形城制圧完了。韓国で上杉、兵力少ない周辺。敵部隊、これ誰。壊滅しました。佐竹に攻め、あ、いいねいいね、任せよ。あんたらどこ行く気なの。ちなみに軍師、今さら軍師ですか。今さらにも程があるでしょ。
そのまま逆ためのと行きましょう。で、出陣でうちらも黒川城に行きましょう。考えが入ったんだよね、今ね。黒川城後ろから佐竹も追いかけよう。承知いたしました。小田原は制圧大丈夫かな。え、解放で韓国北条、まあ、そりゃ終わるわな。いや、やっぱ兵力だいぶ削られたね。うん、どうすかな。さすがに島津のあれを退治するのきついぞ。壊滅。終わり。深見さんだけか今。だったら今のうち攻めるに限るか。え、出陣で今しかないな、チャンスは。承知しました。うん、鉄砲を持った島津義弘にいられたらやばいけど。役職あげよう。授与で光秀で、官位もあげる。ここら辺能力アップしとこう。で、食らうかな、通るかな、分からんけど行こう。で、編成。さて、みんな頑張ってるか。いらないっす、小田原さん。雪村脱走ね。ちょっと嫌な相手が脱走したね。出陣で、そしたらクルリ城に向けて出陣します。クルリ城3部隊とかでいいと思うんだけどね。うん、3部隊でいいわ。包囲されても困るし。岩月城で、まだやってんの。おー、なんでそんな兵力なくなっちゃった。まあいいわ、ようわからんけどいいわ。だったらそのまんまこっちだろ、野島湊。ちょっとね、やられてるね。逃走高いつ。制圧ね。まあまあここで取り返せばいいです。義弘来てるか。嫌なおっさんいるな。やべんだよな。まあそこまで強くないから大丈夫かなと信じたい。義弘強すぎんだよな。坂田湊制圧完了、いいね。で、編成で急ごう。ここが頑張りどころだ。え、出陣、ケニョ。平間城伊達だね。伊達に向けて出陣します。こんなも入らんかな。まあ行こう。どうなの、美濃輪は1万6000で将兵兵糧結構あるか。うん、合わせて6万ぐらいで囲めば勝てるか。メンツがちょっと技法受けそうで心配だけど。美濃輪城に向けて出陣します。美濃輪で編成で呼び寄せで秀吉。よーしよしよし、よくいってるわ。これはどこ、まあ、それは斬首するでしょ。まあ、ある意味互角だからな、強さはな。え、出陣、ちょっと後追いで申し訳ないけど行こう。野島湊十文字の調査壁はちょっとえぐいよね。で、編成。よう制圧した、マジでよう制圧した。島津が一番やべえんだ。はい、そうですか。え、出陣、長崎港に向けて出陣します。あ、行ってんね、いいねいいね、助かるわ。出陣しましょう、秀吉いるね。出てこさせよう。はい、もうどうでもいい。うちね、はいはい、どうも。聞くぞ。来すぎ。え、編成、権力がいじめられてるわ。大胆。韓国通るところある、里見通るね。里見は久留里城はまだ制圧は終わってないよね。まあいいわ。他は通るところはないか。契約でイギリスないか。 OK。 敵が我が領内に向かって出陣。お味方が城内に突入しました。村中城に向けて出陣。出陣しました。敵部隊、
壊滅しました。里見終わり。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。オッケー、やっと元しか倒した。すごい男だよ、本当。うだつってそんなないよね。兵力貯めてるところ。お味方が5100、17000。もうちょっと欲しいな。8万あるね。編成で石山城。輸送。大丈夫か、裏切りそうもないやつ。大丈夫かな、わかんねえ。わかんねえの、裏切りそう。OK です。長崎港制圧できました。そのまま熊本城行こう。承知しました。熊本城に向けて出陣します。承知しました。うん、ここは大丈夫だな。で、出陣。村上武吉が結構躍動してんね。秀吉一人で今攻めてないかわいそう秀吉一人で攻めてそうな気がする。美濃和城、それあんま良くないね。で、ごめんね。あとはあんたら、ごめん、誰も来なかったわ、敵。誘導しようと思ったけど。勝てるかな。兵糧切れでも狙えれば楽なんだけどね。真田強いからね。まあ、殴り続けるしかないな。いけいけ。敵部隊。なくなっていい。行ってくれ。で、編成。任せた。編成で高田湊も任せる。ゼロか、取られるね。前田利長どっから来た、村中。このまま殴っていい。とりあえずね、四国入らんと話にならん。どんなも、おお、そういうことな。芝生水軍衆か。なるほど。芝生水軍衆との協定をあいつらは結んでると。だったら、うちも頑張らんとダメだな。協定結ばねえダメだね。え、コブ。コブ中心でいい。前進。もう数でいこう、ここは。前進。イルブ将は本当にふざけた。使えない奴らだけど。前進。三成か。罵声。進め。水さんね。前進。協定で芝生水軍衆、これは必ず結びましょう。まあまあ、でもよく頑張ってるわ。頼むぞ真田。多分兵糧そのうち切れるから殴り続けろ。富山城制圧完了。え、柴竹さっさけかさっさけ言いづらいんだよな、さっさけって。編成、まあやってるか。敵部隊壊滅。いいねいいね。板倉さんが聞いてるわ。オッケー、村中城制圧できました。一回戻りましょう。でさ、大村城も合わせてみんなで行った方がいいね。仲良く行こう。進め。ここでいいわ。進め。芝生水軍衆 OK。え、そのままぶち込め。承知しました。頼むぞ。オッケー、始末よく取った。さっさけ終わり。あ、いってるね。いいねいいね。勝てんのそれ勝てるんすかね。ちょっとよくわかんないね。いいね、そのスピードは快です。弓と足軽勝てる。まあ大丈夫だね。オッケーオッケー、四国取った。敵部隊壊滅しました。で、出陣しましょう。こっからはガンガンうちが制圧しまくる番だ。小髄城2部隊承知いたしました。で、他のやつらで、まあ、川の城長宗我部だけだからね。うん、承知いたしました。輸送も兼ねて出陣させましょう。誰か強い人連れてきた方が早いかな。承知。呼び寄せ誰かしら。福島正則はちょっと立花同説で、出陣。鍵となるのは島津。ちょっと待ってね、ごめんね。役職で本田忠勝いる。どうぞ。
で、貝もあげるわ。で、羊陣で十分強いね。こんなんどうせ入らんわ。進むぜ。で、まずは何と言っても黒人衆倒しましょう。しました。倒せんのかな。弓とかふざけた陛下で言ってるからな。負けそうな気がするけどな。弓いけるね。これで超級入るか。いいね、サネダ取れるね。ようやった。オッケー、サネダ消すやついきました。え、貿易で日本と。うん、つぶても何もないから私が操作でいいわ。え、羊陣でちょっとこいつはね、役職あげる。立花同説は使える。役職統率107、兜も上げた方が強いかな。まあいいわ。彼女 OK、 そのままいけ。熊本鉄砲そんなないね。で、編成で、任せます。ふん、それはまあそうなるわ。そうなりますわ。土崎村と最後に残してもいいわ。大浦城ね、次。出陣で大浦城に向けて出陣します。ケンニョいる？あ、ケンニョそういえばなんか捕まってたな、さっき。まあいいわ。任せよ、俺。で、大浦城で神戸。あ、まあいいわ。協定で安東水軍衆、これ協定必ず結びましょう。で、技術は、あー、そうだね、新薬でいいわ。一応やっといて。城門を突破しました。罵声か。鉄先方委任になってんのか。敵将捕らえたり。どうでもいい、みんな脱走しまくって。敵将捕らえたり。え、羊陣ガンガンいけ。ここら辺は遠慮せずに行こう。任せ。で、編成いくよね。大丈夫だよね。オッケーオッケー。なんかすごいことになってんな。なんで家康が帰ったんだ。家康の帰還だな。どうなってんだ、なぜ帰ったお前は。行け。嫌になったのか。嫌になったのか。敵の軍勢が山形城に向かって出陣しました。そこがちょっとネックか。そして宇都宮城は制圧できなかったのかな、あれ。まあ、とりあえず邪魔な内巻城を取りましょう。まあ、3部隊出しますか。承知いたしました。編成任せるわ。どうなん、結構兵力少なくなってないか。15000、安井さんか。編成で岩槻城、違う、編成で、そしたら美濃和城、ここ兵力大量にあるでしょ。なん、どこ行った、どこも、お前だ、お前だな。ちょっと待て、お前だろ犯人。ちょっと帰ってこい。退却。で、呼び寄せ統率高いやつ、大名以外でこの辺り。うんうん、大浦城は大丈夫。いいねいいね、湯崎城行くね。頼むぞ。14000やつしろか。オッケーオッケー。ね、編成、また攻めてこられたら面倒なので、浮田直家が熊本城で待機。うん、そのまま行きましょう。船屋方で、編成任せる。山形城には重実かで、出陣しましょう。あそこは取られる可能性があるな。宇都宮城で、斎藤智信が太田城、そっち周りは危険だな。まあ、ちょっと後で直すわ。あとは黒田長政で、小西行長。オッケー、行こう。
まあ、とりあえずそのまま中継点宇都宮でいいわ。承知しております。勘弁言ったか。勘弁が言ってくれたらなんとかなるかもしれん。落ちる国超速部、超速部落ちるのでかいね。であとは南部とかか。こっちは落ちないか。で編成プラス契約でイギリス日本とね。はいはい。あとどこ2万何歩か。津軽はどんなもん。あとそれで終わりでしょ。終わりでしょ。なんで諦めないんだあいつら。分からん。まあいいわ。どこ行った。うん、これ負けるね。え、貿易で日本と。勘弁間に合わないか。あんたらどこ出身。黒川城ね。そのまま黒川城ならそのまま行きましょう。承知。延沢さんは柴田城、そのまま行こう。で、勘兵衛は多分檜山城だよね。勘兵衛そのまま行こう。承知いたしました。で、編成任せる。 OK、 45分急ごう。で、他のやつらはみんなで太田城。韓国島内の津軽、津軽は無視して先に。それだったら南部家取ろう。で、罵声任せられ。で編成。金がねえか。金くれ。オッケーオッケー。船館制圧完了。超速部は終わったのはでかい。一気に四国が片付いた。まあ、この辺り任せるわ。で編成で船館戻ってきて、で佐渡原城行きましょう。佐渡原城に向けて出陣します。佐渡原一部隊で十分だな。服部さんと組ませて、うん、ついでに光秀も連れてくか。油津港まあ制圧は問題ないでしょ。勘弁もよう頑張ってるわ。 OK、 山形城カウンター完了。あと気になるところ7万か。その7万の兵力板島に攻めてもらいたい。弱くてもいいわ。行こう。板島港に向けて出陣します。そうだな、板島取った後は油津港が今光秀が攻めてるから、そこで合流してくれればちょうどいい。こんなもんでいいわ。任せた。であと東北だな。オッケーいいね。磯野さんもついでに太田城で編成。帰っちゃう？大丈夫か。うん、いいねいいね。これは負けてるか。あ、でも南部春政切れたね。うん、弓あ、大したことない、大丈夫。城門を突破しました。兵糧ないけど、まあこれで入るから大丈夫。征夷大将軍になりました。夢の竹だけ復興。きついね。誰だ。あ、うちか。うちが間違えた。島津の方が、義弘が混乱飛ばしたのかなと思っちゃった。エクション捉えたり。まあこれは任せて、編成で任せます。佐竹義重斬首完了。ぼちぼちさ、島津も終わりませんか。輸送隊ってなんかある。運べる。船館あるか。船館の方々さ、出陣で八代城取りましょう。義弘が今他で遊んでる間に八代城取ろう。いや編成急げ急げ。三戸城は制圧は完了。
で、韓国どうすか。韓国は津軽落ちるよね。そうだよね、津軽家が終わる。まあこれは終わらしましょう。で編成、編成で伊達がちょこっと残ってるか。で出陣しましょう。久野平城、やっぱ握力がなくなってきた。手が痛いわ。貿易不足、もう官兵衛が、あんたは足軽ね、足軽官兵衛。兵糧は伊達さんは10万あるか。たらふく持ってるわ。権女が戦争に躍起になってる。上杉景勝、まあ、これも任せましょう。まあ大丈夫だな。行けよ、頼む。どうすか、相馬落ちるね。いいね、相馬家が終わる。南部も終わんじゃない、終わんねえか。偽装出陣でもさせるか。で出陣戻ってきてくれ。50分ね、急ごう。で出陣で肝付城に向けて出陣します。で任せるわ。あとは貿易で日本刀がないから金、これでお味方ができる。やるかどうかは別だけど。でそしたら出陣で久野平城、目標合わせといてくれ。かしこまりました。兵力あるもんね。かしこまりました。ここで兵力加算させて伊達に対して降伏で終わりにしよう。お任せください。で勝頼、ここら辺。あーもうちょっと時間かかる、避け残した。いやなくていいわ、やらなくていいわ。オッケー、津軽家終わり。柿崎を1万と、そんなもんか。めちゃくちゃ多いってわけでもないな。南部が終われば楽なんだけど。南部終わんねえか、まあいいわ。相馬終わり。さすが勘兵衛。鈴木茂秀、そうか、そこか。太田城、もう適当でいい。出陣で、とりあえず市場取れば終わるから頑張れ。任せよ。で編成、この平城制圧完了。誰これ、太田さん。いらない、いらない、いらないっす。もう何もいらん。もう考えるのやめた。綱重さすが勝てそうだね。負けたか。なぜ帰るんだ、技法を受けてるだけか。やる気はあるんだ。うん、久野平城出陣で、久野平城から出陣。ちなみに韓国ってどう。何も終わんねえか。香水事情に向けて出陣します。うん、蒲生氏郷いるんだったら南部家取りましょう。で出陣、何でもいい、何でもいい。任せよ。で編成、兵力ある、13000。なるほど、土崎が13000か。で編成でもらうわ。出陣、お味方で行けるので関船。お任せを。函館港に向けて出陣します。八代制圧完了。島津どうすか。お、終わるね、オッケー、島津が終わる。し、オッケー、南部も終わるね、オッケーオッケー。ガンガン行こう。あと伊達と佐竹だけだ。佐竹もすぐ終わるはず。羽柴秀吉がいるから、太田城から一気に韓国飛ばそう。編成で韓国、佐竹、オッケー、いいね、これで終わるな。佐竹終わり。剣女出陣で、目指す拠点は岩出山、行こう。岩出山城に向けて出陣します。ここで終わらせよう。岩出山ね、承知しました。大丈夫大丈夫、そこら辺は大丈夫で。柿崎だな最後は。 OKOK、 内城制圧完了。
降水事情を制圧すれば伊達も終わるはずなんだ。ナープが急にブチ切れ始めた。まあいいわ、多分タイムロスはないから大丈夫。始末終わり。OK です、南部家制圧できました。滝川一馬そのまま滝崎行こう。お味方があるから負けることはない。混乱コブで S 陣掛け崎。姉小路が言ったか。姉小路余計な将兵与えないようにね。まあこれは大丈夫かな。鈴木茂秀もようやってるわ。落ちる国あります？落ちないか。で編成、うん、石船あるからまあ大丈夫だとは思うけど、合流するしね。これなんだ。敵部隊壊滅しました。これも編成任せる。オッケー、お味方が効いてるわ。よかった。降水事情制圧できずか。まあ岩手山取れば終わるんじゃないか。韓国で伊達終わんねえか。そのままじゃいけ。降水事情急げ急げ。まあこれは大丈夫だな。 OK、 函館港制圧完了。黒沢さん出てきたんだ。で羊勘弁も行こう。ここは負けたらロスになるから。羊にしましょう。承知。で韓国どっか通る？伊達通んねんか。韓国で通んないね。 OK、 停戦しません。これで柿崎終わりでしょ。終わんねえか。編成で出陣しましょう。お前らに任せる。徳山伊達に向けて出陣します。で編成で任せた。ここ任せた。いやー時間なかなかギリギリだな。心臓が痛いわ。いらないな、もう絶対一生買わないお前から。降水事情を制圧できれば終わるでしょう。だってもう OK、 韓国でだって終わりよね。さすが編成降水事情。こっから飛ばしましょう。剣女坊主の力見せろ。ダメだあいつ。ダメだ。はいはい頼むね。どうせ頼むぞ。いやー終われねえ。伊達諦めろ。よし、あとお前ら柿崎だけだ。てめえらふざけやがって。包囲しなくていいから、ちょっとここカーソルが合わせらんない。殴れ。つぶてないでしょ。そのままぶち込んだ方が早い。いらないな。いいよ直江。先方指示しなくていい。なんでお前またやめろやめろやめろ。頑張れ早く行け。もう何でもいいから早く制圧してくれ。いいよ停戦するわけねえだろ。城内に突入しました。OK です。ということで、武田家夢幻のごとくのシナリオ無事に天下統一達成することができました。時間にして目標としていた2時間を切ることができたので個人的にはすごく満足しています。